食べられなくなりました。全く食べなかった。かわいそうだったね。それが全く元通りになってるんで、すごい治療としては順調です。お薬で治った。お薬です。はい、ちゃんと飲んでくれました。頑張って飲ましてます。よかったね。ワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組、猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。ただいま。お家古くなっちゃったね。山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。ここは松山市石黒町の大和動物病院。ご近所のワンちゃん、猫ちゃんのかかりつけ病院です。待合室には柴犬のニャーちゃんが来ています。こちらはももちゃん。さあ、にゃーちゃんの診察が始まります。はい、では体重測ります。 13.15、 増えましたね。すごい食べるんです。すごい食べます。じゃあもう元気、食欲はいつも通りぐらいに。食欲は、前よりあるぐらい。前よりあるぐらい。はい、よかったです。肝臓の病気で通院しているにゃーちゃん、調子はいいみたい。2週間前はまだまだ数値も高かったんで、はいはい、それがどうなってるのか、ね、はい、っていうのは、はい、今日も調べます、はい。おしっこの色どうです？おしっこの色ちょっとやっぱり薄くなってる感じは、はい、あります。はい、体重もね、本当に 13kg を超えて元通り、はい、本当に元通りですね。そうですね、はい、なりました。はい、では、はい、採血をします。これは失敗すると恥ずかしい。先生ちゃんね、にゃちゃんはね、肝臓病になっちゃって。無事採血完了。よく頑張ったね、にゃーちゃん。猫ワン。寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが。そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。
ボンネットを開けて猫がいないかチェック。同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い伊予郡正木町神村動物病院は猫ワンを応援しています。肝臓の病気を治療中のにゃーちゃん、採血もじっと我慢しました。おとなしいですね。あの血液検査ってあのなんか全てが分かるようなイメージがあると思うんですけど、あの実はそうではなくて、例えばあのにゃーちゃんは5月の時におしっこが、黄色いおしっこが出たんですね。いつもより黄色の濃いおしっこが。そうするとあのそれは黄疸かもしれないということで、おしっこは黄色いんだけども、検査としては、血液検査。じゃあ黄疸出るのってどんな病気があるかっていうと、あのいくつかあるんですけど、やっぱり人間と同じように肝臓が悪くて黄疸が出ることが多いので、肝臓を中心に調べるとやっぱり肝臓が悪かった。そういうように血液っていうのは何でも分かるわけじゃなくて、怪しい病気をこうかなっていうのを項目を、まあ、獣医師があの選択してあの調べているんですね、はい、血液を調べたからといって単純にがんが見つかるとかそういうわけではないんです。あくまでもやっぱりそういう症状、今回でいうとおしっこが黄色いっていうヒントからこういう病気が考えられるっていうので、そこをこう掘り下げて調べていく。漠然と血液検査をするっていうのではないんです。今回の相葉飼い主の矢野さんがちゃんとおしっこの色とか見ててくれたから分かったってことですね。そうですよ、もう全くその通りで、あのそれを逃してしまうともっともっと悪い状態になってから、あの LINE する、本当にいよいよぐったりしてから LINE するっていうことがありますので、今回なんかは本当に早く発見できて、まあ、その分早く治療がねできて、で早く元気になるっていう感じ。病気になってしまったのはやっぱり不幸なことだけども、あのそれに対するあの治療っていうのがもう素早くできて、もうあの1ヶ月まだ経ってないですよね。あの体重が元に戻ってた。だいぶ減ってたんですか。そうですね、あの病気の始めが 13.1 キロで、12.3 キロまで、それが5日間でぐんと落ちましたね。今回食べてなかったので食べられなくなりました。全く食べなかった。かわいそうだったね。それがもうあの全く元通りになってるんで、すごいあの治療としては順調です。お薬で治った。お薬です、はい、ちゃんと飲んでくれました。頑張って伸ばしてます。よかったね。元気になったと言っても、あの病気自体が完全に今日で治りましたではないんで、あの今日も検査してますけども、あの数値はまだまだ あのある程度高いとは思います。もうちょっと気長に、はい、続けていく必要はありそうですよね。とりあえず本人が元気になってね、食欲あるんで、はい、それが何よりなんで。そうですよね、はい、ではね、ありがとうございます。では受付の方で少々お待ちください。はい、はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。お待ちください。犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。
続いては獣医さん教えてのコーナー。大和動物病院の大和陽介先生にたくさん質問が届いております。それでは早速先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて大和先生、松山市のぐーたらママさんから、はい、小学生の息子が獣医さんになりたいと言っています。おお、通っている動物病院の先生に憧れてるようです。獣医さんになって良かったこと嫌なことを教えてください。両面ね、はい、先生は獣医さんになってどれくらいなんですか？僕は15年になります。うわ、15年って、まあ、いろいろね経験されてるといろいろありました思いますけど、はい、先生はどうして獣医さんになろうと思ったんですか？私はもう小さい頃、もう物心がつく頃から獣医師になりたいとずっと思ってたんですけども、もともと猫が好きで、はい、もう猫が好きで好きで獣医師になろうなろうと思ってそのままやってきたと。はい、猫派って言っちゃっていいんですか？ただしうちの母親が猫アレルギーでして犬を飼ってたんです。はい、実家では。あ、犬を飼ってたけど、はい、で猫は好きなんだけども犬もそういうふうに飼ってたんで大好きです。両方いけますよね。でなるべくしてなったという感じですね。そうですね、もうそれ以外に特になりたいものっていうのがなくて、うん、もう本当に横道それることなくそのまま、はい、今に至ってます。じゃ詳しくね、子供さんのためにも聞きたいんですが、獣医さんになって良かったことと嫌なこと、じゃあ良、まあ、かったことは、はい、まず良かったことですけど、先生綺麗事はやめてくださいね、はい、もう今日ぶっちゃけトークで皆さん期待してると思いますので、はい、猫ワンを応援しています。猫ワン、ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い、伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。もう今日ぶっちゃけトークで皆さん期待してると思いますので、はい、じゃあ良かったことお願いします。良かったことは、いっぱいありますけども、やっぱり大好きな動物ワンちゃん猫ちゃん、はい、と触れられる、その子たちのための仕事になるので、それがもう自分の好きなことと仕事が直結している、これがもう何よりもやっぱりいいことですし、子犬子猫すごい可愛いんですよ、そういう子たちをいっぱい触れるっていう乱用みたいなもう本当ね、可愛い子いっぱい来るんですよ、もう子犬子猫もうなんか連れ去りたいみたいな可愛い子がそういう子をもう好きなだけ触れるっていうのは、いいことですね。本当に、はい、それ聞くとなんか飼い主たちは嬉しいですね。あ、そうですか、はい、本当に好きな人がやってるんやーってのが、あ、そうですか、嬉しいです。それはもう、そうね、お互いそういう、ね、言っていただければ、思っていただければ、はい、ありがたいですね。それが第一、はい、第一、ね、もう一個なんかあげてほしいな。そうですね、動物に何かあったらすぐやっぱり病院に行かないとダメなので、はあ、住んでるとこと病院が一緒っていう先生も多いですし、うん、僕も住んでる場所は違うんですけども、すぐ駆けつけれるところなんで、通勤時間が非常に短い。あ、そういうとこ、そういうとこもう何でもっていう意味であれば、そういったところは、はい、いいなとは思いますね。ではちょっとね、もう寝ようかなと思ってたので、はい、急にとかっていう場合は先生呼び出されることもあるんですか？ありますよ、はい、あります。いいんですか？なんか営業時間だけじゃないとダメって思ってますけど。あ、その病院にもよるので、一概にみんなっていうわけではないんですけども、
私自身はその自分の病院にかかってる子ケアの継続してかかりつけとして、はい、来てくれてる子なんかはちゃんと呼び出しに応えていくようにしてます。それは嬉しいですね、はい、クソとか思わないんですか？もう寝ようと思ってたのに、今からビデオを見ようと思ってたのにとか自分たち の, その病院にかかってる子しか、ごめんなさい、時間外は見てはないので、全くの初めての人とかはちょっと電話がつながらなかったりするんで、ごめんなさいなんですけど、自分のことをずっと頼りにしてずっと来てくれてる子たちなんで、別にそんなに苦そうって思うこともなく、もうむしろ何か用事で近くに病院の近くにいないときに駆けつけれないときはちょっと申し訳ないぐらいに、はい、思ってます。じゃあ本当にかかりつけのお医者さんを持つってことは大事なことですね。そうですね、はい、大事ですね。お互い、意思疎通して、はい、ワンちゃん猫ちゃん他の動物たちも含めて、はい、幸せな一生を、ね、過ごせるようにするのが理想かなと思います。いや嬉しいですね、いいこと聞けちゃった。じゃあ逆に嫌なこと、これも正直にお願いします。日本ケアドッグ協会はナチュラルケアドッグアカデミーとして新しく生まれ変わりました。幼稚園やしつけ教室ではプロのトレーナーが愛犬に合わせたトレーニング方法をご提案。新たな取り組みとしてハーブやアロマなど自然を取り入れたサービスやワークショップにも力を入れていきます。ワンちゃんも人も自然体でいられる楽しいドッグライフを過ごせるようお手伝いします。ナチュラルケアドッグアカデミー。じゃあ逆に嫌なこと、これも正直にお願いします。やっぱり動物っていうのは生きてる命あるものなので、その最後が必ず来ます、はい、その最後を見ることがやっぱりありますので、はい、それはもう率直に辛いです。あ、はい、もう仕方がないんですね。もう命あるんだから、それがずっと100年生きるわけでもないんで、絶対終わりは来るんですけども、やっぱり何回経験しても辛いです。でも慣れてくるんじゃないですか、そういうシーンにも多く合うじゃないですか、職業柄慣れっていうのは、不思議とそういう慣れっていうのはないですね。やっぱり いっぱいそういう子を見てたとしても、はあ、その子たちのとっての家族ってやっぱりその家族だけなんですね。もう私にとってはたくさんいる動物たちの一つかもしれない、うん、でも飼い主さんにとってはもうかけがえのないその子だけのものなので、やっぱりそういう思いがやっぱり伝わりますし、こちらにもそれはもうずっともう心に思ってることなので、慣れることはないですね。やっぱり辛いです。そうなんだ。先生も飼い主さんと共にもらい泣きすることってあるんですか？恥ずかしながらあります。あ、嬉しいな。特にもう小さい子、15年もやってると、やっぱりこう子犬子猫の頃から見てる子がもう15歳とかなって、もうそれこそ寿命を迎えるっていうことがあるんですよね。もうそうなると、もうちっちゃい頃からの姿がもう思い浮かんでくるんですよ。で、手がかかった子ほど可愛いと言いますかね。まあ、あの子が大きくなって、でもとうとうもう寿命を迎えると思うと、はい、親戚みたいな感じ、ね、そんな感じですよね。もう親戚の子供ですよ、本当に、はい、やっぱ最後は嫌だということですね。わかりました。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。持ち帰り、尿もペットシーツで吸い取ったり、水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前、村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。ここで一息、視聴者プーチン姫さんちの猫ちゃんハギくん。ハギくんは4歳、10キロの大猫さんです。お風呂の水が大好き、いつもお風呂がたまるのを待っています。
お風呂が沸きましたの声に反応してお風呂から退場するんだそうです。お母さんのスマホで撮影中のハギくん。恥ずかしいです。うん、恥ずかしい。恥ずかしい。恥ずかしがり屋さん。映されるの恥ずかしい。うん。もうやめようか。うん、やめるよ。みんなバイバイって。バイバイ言える？バイバイ。バイバイは。はい。バイバイ。ハギくん。ありがとうございました。もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったらすぐに市や町の役場、愛媛県動物愛護センター、そして警察に届け出てください。収容されてから1週間から2週間で殺処分に回されてしまうというケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと首輪がちぎれても大丈夫です。今治市国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。ハンディを持つお子様へ、テローグループで IT を学びませんか？建築家になってなれるかも。夢を広げるテローグループ。獣医さん教えてのコーナー。今治市のタマさん、具体的ですね。猫の口内炎の予防法となってしまってからの対処法、あと歯を抜く抜歯の効果と抜歯した後の生活について教えてください。ちなみにどういう病気なんですか？正確に言うと歯肉歯周炎っていうんですけども、まあ、要は歯茎、はい、場合によってはベロですね、舌、あの舌が、はい、炎症起こっちゃって、まあ、真っ赤っかになる。虫歯じゃないですか？虫歯ではないです。猫は ほぼまあ虫歯にはなりません。へ、はい、歯磨きをしなくても。へ、猫はならないですね。はい、なんですけども、さっき言った歯肉歯周炎っていうんですけども、そういった病気にはあの猫ちゃんなることが、まあ、時々あります。それで、まあ、なぜなるかっていうと、なぜですか？例えば、まあ、病気で言うと猫のエイズ、はいはい、猫エイズありますね、はい、それでなることがあります。はい、ただエイズを持っていなくてもなっていなくても、歯肉歯周炎になることがあります。これはもう本当に個体差というか体質的なものだと思います。はい、歯磨きとかは？歯磨き、ここでタマさんが予防法はっていう、はい、質問がありますけども、やはりついてしまった歯垢歯石っていうのが炎症の原因にはなるので、歯磨きをして、歯垢歯石がつかないようにするのが、まあ、唯一の予防法かなと思います。猫の歯磨きはなかなか先生難しいです。嫌がりますもん。嫌がります、ね、猫ちゃんものすごく抵抗します。歯磨き粉売られてましたけど、はい、あれは使えないんですか？使ってもらってもいいですよ。はい、それをまあゴリゴリもペロペロさせながら。そうです、そうです、そうです。せめて、まあ、嫌な味がしないように、うん、はい、あれは美味しいんですか？あれは美味しいです。おー、口の中に入れてあげるだけでは違う感じですか？そうですね、まあ、こすって入れてあげて、こすってあげることですね。あとおもちゃで遊んでて歯で噛んでくると、あ、これもしかしたら歯磨きの代わりになってるかなと思ったりするんですか？それもちょっとはいいんですか？あります、なってます。それは遊んであげてください。ロープ状のおもちゃとかでね、ワンちゃんとか引っ張り合いとかするじゃないですか、はい、あれなんかでもいい。ほんでなってしまったらどんな症状が出るんですかね？この子口内炎じゃないかなっていう見分け方。ご飯を食べたそうにするんだけども、ああ食べれない。ああ、口が痛いんで。
で、まあ、対処法としてはあの痛み止めのお薬を使っていく。飲み薬です。飲み薬がありますね、はい、注射でちゃっちゃっと済ませ注射でちゃっちゃっと済ませるタイプのお薬もあります。これはステロイドって言われるお薬なんですけども、あの多用していくと時々猫ちゃん糖尿病になってしまうんで、あんまり使いたくないと。そうなると、まあ、飲み薬で、痛み止めを使っていくとか、あとは今なんかこうまだ薬というかサプリメントなんですけど、口歯茎に塗ることによって炎症が収まっていくよっていうようなあのものもあるので、そういったものを試されるかといいと思います。またあのタマさんはおそらくあの動物病院に実際に行かれたからこういう質問が来ると思うんですけども、抜歯の効果ですね。抜歯歯を抜く、あの歯肉歯周炎のあの猫ちゃんの歯肉歯周炎の治療法の一つとして、さっき言ったお薬っていうのは治してしまうものではないんです。痛みを抑えてご飯を食べれるようにするっていうものなんですけども、その薬を使ったからといって治るものではないです、はい、根源的な解決法にはなってないと、はいはい、じゃあ治す治療があるのかっていうと抜歯になるんですね。歯をじゃあ抜いた方がおすすめですか？あのじゃあ歯を抜くってどの歯を抜くと思います？猫の歯肉歯周炎は口全体に及ぶことが多いんです。ということは全部抜きます。大変な手術じゃないですか？あ、ものすごい大変です。少なくとも犬歯以外の歯を何十本も抜く。それがあの、まあ、根治ですね、まあ、の根本的に治してしまう唯一の方法ではあるんです。ただし治らない子もいます。残念ながら歯を全部、はあ、抜いても、はい、先生、全抜歯しても大丈夫なの？猫の歯っていうのは、はあ、あの何のためにあるかっていうと、はあ、飲み込む大きさに食べ物を割くためにあるんです、はい、はあ、すりつぶして咀嚼する歯ではなく、はあ、そうなんですね、はい、術後はこう縫合してどれくらいで普通の生活に戻れるんですか？あのなるべくもう早くあのご飯を食べれるようになってほしいので、あのもう手術翌日からご飯を食べてもらって、でやっぱり抜歯した直後はその歯肉歯周炎の痛みより抜歯した痛みがあるので、あの痛み止めをしっかり使っていって、抜歯した翌日からご飯食べる子もいます強っ、はい、あのそれでもまあ 2,3 日ぐらいで食べ出す子が多いので。わかります。全抜歯、はい、ものすごい大変です。先生大変、やりたくないです。やりたくない。大変なんですもん。そうでしょうね。ものすごい大変なんです。私もやりたくないもんね。大変なんです。大変です、はい、だからそうならんようになるべくね、予防の遊んであげたりしてください。 で、ね、はい、でもあ、いざとなったら抜歯という方法もお考えくださいということですね、はい、はい。飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば不幸な子猫が多数生まれます。不妊去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内、戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。また見てね。